ルベチカです。クラフトピアで経験を積むべくナビの指示に従って一つずつミッションをこなしています。次のミッションはキャンプファイヤーを設置して肉を焼いてそれを食え。ふ、ついに来たかって感じですね。案外なんとかなる、現地に着けば覚悟が決まるって目を背けてきましたが、動物の死骸を食う、他に選択肢がないことは最初から分かってます。ここにはレストランもコンビニも配食サービスもありません。他に何を食うんだよって話です。とりあえず手を動かしましょう。キャンプファイヤーを設置して、肉ってどうやって焼くんだ、そもそもなぜ焼くの、そのままの肉と焼いた肉で何が違うの。そりゃ加熱すればタンパク質が変質しますから科学的に違うってのは分かりますが、ベッブダメダメ、そのままの肉は無理、体に悪い云々以前に生理的に耐えられません。私ってこれを食べられないと積んじゃうんですが、焼いた肉ならまだマシなのかな。こうして焼くんだな、わかったわかった、いい匂いですね。いつも食べてるミートブロックのグリルと同じ匂いです。匂いだけは美味しそう。動物の肉とミートブロックの焼ける匂いが同じって不思議。肉が焼けました。匂いだけは美味しそうなんですが、目をつぶって食えます。客観的に評価するなら美味しいと思う。口の中のものが何なのか考えないようにすれば大丈夫。あとは慣れでしょう。よし、じゃあ次のミッションはキャンプファイヤーの上でグライダーを使う。ひゃー、気持ちいい。これもおかしな話ですよね。こんな小さな炎の上昇気流程度でこんなに高く舞い上がるはずないじゃないですか。クラフトピアは私の星と物理法則が異なっていますが、こと航空力学に関してはめちゃくちゃです。次のミッションは市場を作って設置する。原住民の無人売店を偽装した小規模な物流決済システムです。商品を物色するふりをしながら、肉一つで100ゴールドなら一つ売ればいいですね。売れました。ミッションカテゴリーもクリアしました。おお、たくさんカテゴリーをクリアしてますよ。私って知らないうちに頑張ってる。さてさて、お次は時代の祭壇を作って時代を進化させる。わははは、時代の祭壇に見える見える、こんな感じ。さて早速お参りするふりをして、時代を進化させるのに必要な素材は全部持ってますね。さっさと進化させましょう。何かアイキャッチ入った。いる？この演出。ああでも、やった、頑張ったぜ私、的になりますよね。次のミッションは、スキルポイントを使用する。おっと、私としたことが忘れてました。サバイバル生活に必要な基礎知識は事前に学習していますが、現場での個人個人の計画に合わせた特殊なスキルはその人の熟練度や功績に応じて学習できるようになります。回避アクションは必須でしょう。戦闘スキルはまずは使用する武器を決めないと決められません。ヒール、これはいる。生活スキルはピンときませんね。あった方がいいものばかりですが、なくても困らないというのが、トリックスキルの死んだふりってなんじゃ。トリックスキルもピンときませんね。変なのばかりです。とにかく戦闘スタイルが決まらないと必要なスキルも決まりませんよ。スキルはおいおい取得しましょう。
そしてその次は石の炉を作って設置する。そうですよね。せっかく銅鉱石を持ってるんです。銅を精錬すれば銅製の防具や武器が作れるようになるはずです。石の炉はこの辺でいいや。そして銅を精錬してインゴットを20個作る。これは時間がかかりそう。他にできることは、そうだ、鍛冶屋も必要でした。銅のインゴットから防具や武器を作るのに必要です。鍛冶屋は石の炉のそばにあると便利でしょう。銅の弓を作れますね。それと布の服も作れますね。攻撃力と防御力がプラス5されますが、アクションスピードプラス 20% が大きいですね。弓と服は欲しいですね。忘れないように後で作りましょう。ちょっと早いですけど、今回はここまで。続きはまた後で。